赤羽湾の最央部に位置する都市エラートの北、エジプトとイスラエルの国境線、画像奥が来た。市内半島は西アジアのアラビア半島とアフリカ大陸北東部の間にある半島。スエズ運河は開削前はアフリカ大陸とユーラシア大陸をつなぐ地況であった。北は地中海、南は航海、東は赤羽湾、西はスエズ湾にそれぞれ面している。 南へ向けた三角形の形状をしており、南端にはムハンマド岬、南部には市内山がある。行政上はエジプトアラブ共和国の北市内県と南市内県にあたる。2013年の人口は59万222 22人。住民の多くはベドウィンである。南市内県は黄海と赤バーンに挟まれた三角形で、沿岸地方で観光開発が行われ。 外国人観光客が訪れる高級リゾート地がある。また、航海は、美しいダイビングスポットとして知られる。北市内県は西に、スエズ運河、東にはイスラエルに面し、北東端で、パレスチナ自治区ガザ地区と接する。古代エジプトは、市内半島を経由して、パレスチナやシリア方面に進出したり、逆に侵入を受けたりした。で、エジプト越え、ブライ人らは、 シナイ半島へ渡り、モーセがシナイ山で十戒を授かったとされる。シナイ山の麓にはには337年にコンスタンティヌス帝の母ヘレナによって創建された聖カトリーナ修道院がある。古代におけるローマ帝国、東ローマ帝国の領土を経て中世から近世にかけて、ウマイアーサ、アッパースアサ、ファーティマーアサ、アイユーブアサ、マムルークアサ、オスマン帝国と 攻防するイスラム王朝の領域へと次々と移り変わっていった。17世紀に入り、オスマン帝国に陰りが見え始めると、オスマン帝国から独立したムハンマド・アリーによるムハンマド・アリー朝の支配下に置かれた。19世紀から20世紀半ばにかけては、エジプト全土と共にイギリスの勢力圏となり、1869年には西側にスエズ運河が建設された。 第二次世界大戦後は繰り返し中東戦争の戦場となった。第一次中東戦争ではイスラエルを攻撃するエジプト軍が削減地として利用した。1952年にエジプト革命が起きるとそのままエジプトアラブ共和国の領土となった。第二次中東戦争ではイスラエルがほぼ全域を制圧したが米ソの介入で撤退。第三次中東戦争で再び イスラエルに占領され、第四次中東戦争でも戦場となった。1978年のキャンプデイビット合意により、エジプトへ返還されることとなり、その後、順次返還された。軍事的な用地ではあるが、南部の一部リゾート地を除いて、経済開発は進んでおらず、住民のための水道、医療、教育などの公共サービスは不十分なままである。 1990年代にイスラーム過激派組織が結成され、2004年にタバ、2005年にシャルムエルシェイク、2006年にダハブで外国人観光客を狙った爆破事件が起きた。2011年の革命の後はさらに治安が悪化し、様々な過激派組織が天然ガスのパイプラインの破壊、イスラエルに対する越境攻撃、エジプト軍と警察に対する襲撃といった。 武装闘争を展開している。2015年には、ロシアの旅客機が墜落する事件が起き、アイセル系列のイスラム国市内州が、反抗声明を出した。2018年には、市内半島の過激派をイスラエルが、秘密裏に空爆し、エジプト政府もこれを容認していると報じられた。赤バ湾のリゾート、ダハブ AB カナヤミサ、揺れる市内半島イスラーム過激派の台頭と、 民主化への影響、中東研究519校、エジプトイスラエル対図語越道周至内半島で、テロ相当、米紙報道、毎日新聞長官2018年2月6日、シークレットアライアンス、イスラエルキャリーズアウトエストライクスインエジプト、ウィズカイロ SOK、OK、ザ、ニューヨークタイムズ、2018年2月3日、ありがとうございます。